今日の御言葉、エペソ人への手紙3章17節から21節。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ、思うところの全てをはるかに超えて行うことのできる方に、教会において、またキリストイエスにあって、栄光がよよ限りなく常しえまでもありますように。アーメン。私たちはキリストに愛されています。キリストの愛は広さ、長さ、深さ、高さにおいて人知をはるかに超えています。今日も私たちは愛に目指し、愛に基礎を置いて歩むことができますように。 All for Jesus!